我慢して出そうね。大丈夫、落ちるから。あのね、はい、大丈夫。自分の実力をまず確認すること大切なので、で、はい、もう断言するけど、それ予選落ちするから。だけど、帳に書いたことないでしょ、今まで。だから、それだけでまず、大進歩だから。今まで落選にこぎつくことができなかったでしょ。17年書いてて長編の落選にたどり着くことができなかったので、だから大進歩だと思ってください。落選するのが大変なんだから今、はい、書かないやつは新人賞の新人賞応募制誰でも落選ない、だけど新人賞なんか多い、誰でも落選できる、いくらでも書く、中身が聞いてあげればいくらでも書けるって言う人っているんだけど、そんなことないから。